違うご縁でですね、まとい寿司さんというところでですね、50周年記念と、芸能生活20周年のですね、松千代兄貴のライブがありまして、そこにも私出させていただくんですけど、そこに見えますですね、オアシス水野さんも、ライブに参加させていただけるという、参加していただけるとおかしいな、参加していただきます、お電話かけていただいたり、オアシス水野さんに、ね、帰りにこそっと、恥ずかしかったらこそっと声かけていただいて、すいません行きたいんですけどですね、いただければ何度か席が確保できると思います。どうぞよろしくお願いします。まあそんな感じでですね、いろんなご縁で、私、いろんなところで音楽を出らせていただきますので、まあそんな曲を、私は今日まで生きてみました。誰かの力を借りて、冬将軍の足音がする、君を温め愛せもしない、この木枯らしを切り抜けたなら、超えて行け、それを今はまだ人生を語らず、遅すぎることはない、土産にもらったサイコロ二つ、手の中で振ればまた振り出しに戻る、旅に日が沈んでいく、出ていただけるんで、どうぞぜひよろしくお願いします。素晴らしいライブでした。それに対してね、吉田拓郎を期待したら、日本一、はい、日本一、これで言っちゃったけどね、いいっすよ。いやー、吉田拓郎さんもって23年ですか。そうです、23年です。吉田拓郎の魅力って何？やっぱり歌いやすい、みんなに親身になれるような。なるほど、はい、いや、そんな吉田拓郎さんですか。はい、吉田拓郎さんですけど、はい、見えますか。9月30日土曜日、まとい寿司、はい、36周年&松千代20周年ライブということでね、吉田拓郎さん出演が決定しました。意気込みを。頑張ります。盛り上げれるといいと思います、はい、皆さん来てください。こちらですね、まとい寿司行くねは最近もよろしいですし、イベントの方ね、参加ボタンを押すって押してもらえれば嬉しいです。まだね、席のボタンありますか。あります。皆さんで、ね、盛り上がりたいと思います。皆さん、まとい寿司で